5月23日国連人権高等弁務官のミシェル・バチェレ氏が中国に到着し最初の訪問地は広州だった報道によるとバチェレ氏は北京には行かないので5月25日に広州で習近平とオンライン会談を行った新華社通信によると鄭摂を楊潔し王毅ら中共幹部が同行していたという 楊潔ケ氏と王毅は中国外交のナンバーワンとナンバーツーで紹介するまでもないだろう。帝摂省は習近平の側近で政治局委員のほか、中央書記局書記、中央弁公室主任、中央国家機関工作委員会書記、国家主席弁公室主任、中央国家安全委員会、中央国家安全委員会弁公室主任などの要職についている。 オンライン会議では、定節賞と楊潔氏が習近平に、王毅がバチェレ氏に同行しており、近年稀に見る外交ランクのイベントとなった。中共の公式報道については、多くを語る必要はないだろう。習近平は中共の下での人権進歩について長々と語り、人権問題の政治家に警鐘を鳴らした。バチェレ氏の今回の中国訪問の主な目標は信教だった。 2018年バチェレ氏は新疆ウイグル自治区などの少数民族100万人が収監されている問題についてチームを率いて調査しに行くことを提案した当然中共は拒否したその後さまざまなやり取りを経て昨年末にようやく国連人権理事会職員が新疆に行くことを許可することで合意した しかし中共は国連人権委員会の専門家が調査の名目で中国に行くことはできず訪問に過ぎずまた北京冬季オリンピック前に発表してはならないと要求した1786年の夏エカチェリーナ2世はドニエプル川を航行する王室の船や馬車の中で肖像画のような美しい村を数多く見た また彼女に「ウラ」と呼びかける村人やハンサムなコサックの少年や美しいウクライナの少女の姿をたくさん目にしたそうだしかしそれらの村は古いわらぶきの家を隠すためにキャンバスに描いた美しい風景だった食料として砂を入れた麻袋が商店に積み上げられ火羽芸をするコサック新しい軍服を着た兵士歌って踊る村人そして立派な羊や牛までもが全てエキストラだった 女王の巡遊に同行して夜通しで次の場所へ移動する連綿と続く人生のドラマ。これがポチョムキン将軍が作り上げた蜃気楼のようなポチョムキン村である。もちろん誰もが騙されたわけではない。 当時、エカテリーナ2世の巡遊に同行していた、ザクセン広告代表であるゲオルク・ゲルビヒは、ドイツのメディアに、この美しい村はただの木の板で、監督は闇の王、腐敗者、収賄者、王家の馬車道で風景を作り出す詐欺師であると、彼はグリゴリー・ポチョムキンについて語った。 こうしてロシアの貴族であるポチョムキンの名前は意図的なメンツ工事不利となる実態を訪問者の目から隠すことを指す一つの形容詞になったご想像の通りバチェレ氏は外部と遮断する閉館クローズドループ方式で新疆を訪問し会う人は全て PCR 検査を必要とするだけでなくもちろん政府の審査を経なければならない 道端の露天商や窓際の子供などバチェレ氏が道中で出会った人は皆厳しい審査を受け何度も訓練やリハーサルをしていただろう中共はポチョムキンプロジェクトの経験が豊富で旧ソ連が帝政ロシアから学んだことをそのまま受け継いでいる1972年にニクソンが上海を訪問した際車で街を走る時にどの窓を開けどの窓を閉めなければならないか明確な設計とルールがあった また街中に現れる人には笑顔の訓練をしなければならなかったアメリカの外交団はこのことを全く知らないしアメリカ人の政治的な経験からすれば想像もつかないアメリカならどれだけの費用がかかるのだろう近年はさらにその傾向が強まり数年前に緑のペンキで黄色い大地を彩ることで新たにポチョムキンレベルを更新したバチェレ氏のフルネームはベロニカ・ミチェル・バチェレ・ヘリアという チリに生まれた彼女は1960年代にアメリカ・メリーランド州の高校に通い大学進学のためにチリに戻った1970年代にチリで軍事クーデターが起こり右派政権が発足するとバチェレ氏は学生運動に参加し逮捕されてオーストラリアと西ドイツに亡命した 彼女の父親もチリ軍人で、軍政府と良好な関係にあったため、彼女は1979年にチリに戻り勉強を続け、卒業後は医師となった。チリの民主化後、彼女はチリ大統領を二度務め、その間国連女性機関の主任を務め、現在は国連人権理事会の高等弁務官を務めている。 バチェレ氏は軍政府に逮捕されチリの民主化後に軍政府の人権迫害の清算に参加したため中共による人権侵害の調査のために新教に行くことを希望していると考えている人は多い最後に新教ウイグル自治区の状況について一言付け加えたい新疆ウイグル自治区はウイグル人のほか、カザフ人海賊モンゴル人タジク人キルギス人など多民族が暮らす地域である だから、信教の強制収容所は、ウイグル族だけでなく、他の民族、他の各民族の人を収容している。しかし、最も迫害を受けたのは、もちろんウイグル人である。ウイグル族の大半は信教にいるが、他の民族はほとんどが外国におり、海賊でさえ人口主体は信教ではなく、イカにある。 新疆強制収容所に関する最も古い報道は2016年夏にラジオフリーアジアから香港に派遣された私にも関連があるその年の暮れ先輩記者が信教から脱出したカザフ族と連絡を取り強制収容所に収容されたカザフ族が信教で多数行方不明になっているとの報告を受けた当時はまだ強制収容所というものはなかった 当局が最初に行ったのはこれらの少数民族に対する法制学習教室であったこのやり方は実はファールンゴンへの迫害から引き継がれたものである中国の多くの場所で罪のないファールンゴン学習者が集められ法制学習教室または法制教育訓練教室と呼ばれる強制洗脳を受けている学習教室と呼ばれているが実態は警察や警備員中共から派遣された心理学者 臨時雇いの者がいいるる闇監獄である臨時雇いの者の仕事は王打や精神的虐待を行うことである2017年頃に新疆ウイグル自治区に移植されたこのやり方は2018年ますます大規模により多くの人々が打撃対象になっていた最終的にウイグル人である限り当局が気に入らない発言や行動はもちろん ヒゲやスカーフ、そして家にコーランがあると職業訓練に送られる。私が2019年に取材したウイグル人の母親は北京医科大学を卒業した医師で、すでに60歳を超え定年退職していたが、逮捕されて語学や職業訓練を受けた。すでに退職したのに職業訓練は何の意味があるのだろう。北京大学を卒業したのに中国語の訓練が必要なのだろうか。 理由は単純で彼女の母親が当局のこのようなやり方に不用意な発言をしてしまったからだ香港での報道に話を戻そう当時カザフスタンの人権団体からジャーナリスト向けに資料が続々と送られてきたのでそれを継続的に報道した名前は伏せるが当時のラジオフリーアジア編集長は我々の報道は内容のチェックがされておらずバランスのとれた報道をしていないと言われて不満げだった 新疆ウイグル自治区に関する報道は必ず現地当局からの回答を得なければバランスの取れた報道とは言えないと命じられたさらなる問題は新疆との電話が通じず通じたとしても新疆政府は何の質問にも答えず機関名を伝えるとすぐ電話を切ってしまう2018年の初め頃新疆ウイグル自治区の強制収容所が大きな話題になっていることに気がついて カザフスタンにジャーナリストを派遣する許可を申請した。新疆には行けないが、カザフスタンには行くことができた。カザフ当局は間違いなく我々を歓迎しないばかりか嫌がらせをするかもしれない。目立たないように取材すれば、カザフやウイグルなど新教から逃れてきた人々から直接多くの情報を得ることができるかもしれないと当時は考えた。結局は返事がなかった。 最終的に編集長から今後新疆を記事にするなという指示があった彼の言い分はとても滑稽だった「ラジオフリーアジアの中国語部門」は中国本土のことだけを報道し「信教のニュースはウイグル語部門に任せればいい」というのがその理由だった当時新疆ウイグル自治区の強制収容所問題がますます注目されていた 在カザフスタン中国大使館は2018年7月から8月にかけて内部会議を開きカザフスタンの漢民族ビジネスマンや親中共のウイグル人を集めてカザフスタンのそれらの人権団体に断固抵抗しまた安全保障部公安部中央宣伝部外交部が協力してカザフスタンに広がった反中問題を解決するよう要請した 当年カザフの人権団体はカザフ政府によって強制的に解散させられ主要人物のパソコンがハッキングされ電子メールもハッキングされ大量のデータや証拠が破壊されたその後ラジオフリーアジアのウイグル語部門はこの話を大々的に報道した特にウイグル語部門のジャーナリストや編集者6人の家族や友人数十人が行方不明になったことはアメリカで最大のニュースとなった もちろん2018年に入るとアメリカ中国関係は急転直下新疆強制収容所が主要メディアで大きく報じられるようになった編集長からあるメディアの報道をお手本にそこから勉強しなさいと言われた笑ってしまったのはその記事を取材した人は全員過去に我々が取材したことのあるカザフスタン人たちで全ての連絡先はどう考えても当社の記者が教えたもので泣くに泣けない このような不満は言ってもあまり意味がなく、どの会社にも管理層の悩みや問題は付きまとうものだ。今回バチェレ氏は間違いなく再び神教に行き、神教の人権問題を調査するのではなく、閉館、クローズドループ方式で神教を訪問したのだろう。エカチェリーナ2世と違って彼女は少なくとも自分がクローズドループに閉じ込められていて、 中教の望むものを見せられていることを知っているので、ツァーリのように簡単に騙されることはないだろうと思う。バチェレ氏が中教のごまかしの中に真実を見ることができるかどうかは彼女次第だ。中教はこのトリックをする経験が豊富であり、嘘や偽物だと分かっていても、それに騙される人が必ずいる。これも中教の一番の技だ。好今